回、そうですね、あっち側やっていこうかな。一応牛小屋の奥ですかね、あっちにも、まあ、ちょっとあの牛を、まあ、入れておくスペースがあったので、あちらの方を今回やっていこうかな。なので、もう多くばっかりなので、今回ちょっとダークウォーク使ってみようかな。あるかな？あ、あるな。で、ちょっと扉は、まあ、いらないものはちょっと片付けて、とりあえずは適当に入れときますか。で、ダークウォークをちょっと使っていきますかね。で、もうほとんどその牛小屋の、まあ、一番奥のとこですかね。は、まあ、どちらかというと、まあ、フェンスで、まあ、作ってあるような感じだったので、まあ、何本ぐらいかな、40本ぐらいあれば足りるかな。で、これを分けて、ああ、48本か。で、ダークフォークのフェンスゲートってなんかこんな三角形みたいになってるんですね。これどんなんなんだろう。ああ、両開きじゃなくて片開きみたいな感じなんですね。あ、っていうことは他のものも、あ、でもこれは違うの。多くは両開きですね。あ、ものによってやっぱ違うんだ。ほうほうほう。さて、それではちょっと作っていきますかね。さて、ここ結構広いんでね。まあ、高さ的にも、まあ、この屋根よりちょっと上かなっていうぐらいで、そうですね、1マス2マス開けてからですかね。それで長さ的にどうしようかな。下が、そうですね、大体ここら辺り5マスぐらいかな。で、こっちまでもう伸ばしてしまうかな。あ、間違えた。で、あ、これだとなんかちょっと狭い感じかな。結構なんかちっちゃな小屋ではあったんですけど、ちょっとあんまり狭すぎてもね。っていうことはもうこのスペースちょっと使って、12341、ここら辺ぐらいまでちょっと大きくしますかね。そうですね、こんな感じで。それで一応ここに、まあ、フェンスゲート見て、色がちょっと違うな。まあいいか。で、あとはこれですね。これフェンスで、あ、そっか、これは確か柱っていうんですかね、あの部分が表示されないんですよね。そういえばこれだけだったら表示されるみたいなんですけどね。他の、なんていうんですかね、こうつながったような感じになると、もう表示されないみたいな。さて、もうこのまま、でもこれフェンスってこれなんかジャンプして乗れなかったような気がするんですけどね。
まあこれもなんかバグの一種なのかもしれないですけど、まあそれを利用してどんどん上まで作っていきますかね。はい、なくなった。ああ、結構な数使うんだ。そうですね、原木もいくらぐらいかな、結構あったと思うので、もうそれ全部木材にして、そうですね、ワンスタック全部木材、あーでもどうしようかな、いやで、これを、まあ、一つはちょっと棒に変えて、でこんな感じで、これだけあれば足りるかな。でハーフブロックもそういえば必要なんですよね。まあハーフブロックも60枚あれば足りるかな。まあハーフブロックはね、あの屋根の部分で、まあ、使っていこうかなと。でまあこっちの屋根もこうなんていうんですかね、こう斜めな感じの屋根なので、まあそれなので、まあ60枚ぐらいあれば、あれこっちからは上がれないんだな、こっからだったら上がれるみたいですね。さて高さもどれくらいまで高くしようかな。そうですね、あと2段ぐらいかな。で乗っかって、あ間違えた、まああれは後で撤去するとして、あれも後で撤去しよう。でこれで3段、あまりでも高くしすぎたらおかしくなりますかね。いやでももう1段ぐらいはあっても大丈夫かな。4段までにしますか。で、あそこ屋根が、まあこっちの後ろの方がこう、まあ、前に向けて高くなるので、そうですね、こう後ろは2段、あ2段じゃないな、3段にして、ただこれこっからじゃあハーフブロックでちょっと屋根をつけていきますかね。どうしようかな、2段、これさも登れて、あ登れたかな、いやこれバグの影響なのかな、すり抜けてるな。2段にして、でハーフブロックを置いて、いや3枚だな、これだとなんかちょっと形的におかしくなりそうなので、3枚置いて、で3枚、あちょっと待てよ、だったらここをいけるかな、こうやって出した方が、で3枚かな、そっちの方がまだ見栄え的にも良さそうな感じがするので、でここに置いて、そうですね、こんな感じで置いてった方がいいかな。だったらここはダークオークのブロックにしようかな。そうですね、こっちはブロッ
ックにして、ってなるとここもブロックかな。そうか、これこっち側からでない、下に着いたな、こっちかな、違う、ここ、あ、ここじゃないな、あれ、これはどんなしたらいいんだ、あ、そっか、あっこはハーフブロック判定になるんです。そうですね、もう上か下かにしかつかないですよね。だったらもうこっちはハーフブロックの2枚でいいや。で、こっちは通常のアブロックでいけると。そうですね、これでちょっと伸ばしてきて、こんな感じかな。それであっちも伸ばしてこれると。ただこれちょっとバグの影響なのか、なんか登ってるのか登ってないのかわからないんで、なんか落ちそうな感じがするな。で、よいしょ、こんな感じで、多分あのテクスチャー戻してやったら、まあ、大体どんな感じになってるかっていうのがわかると思うので。やべ、これ失敗したな。ここはもう最後だ。あ、落ちた。もうせっかくあくまで登ったのに。こっちもちょっと1枚出そうかな。そうですね、こっちも1枚出して、まあそういう時のためにこの土があるので。さて、こっちに、こうかな。で、これも同じように作っていって、やっぱりちょっとなんか、いやでも色は同じなのかな、暗さの関係でなんかちょっと暗いような感じに見えるだけっぽいですね。あ、ハーフブロック足りるかな。これちょっと足りなさそうですね。よし、23あるんだったら、ここでまた作業台作って、浮いてる。で、これを42番も必要ないな、あんまり。いや、で、まあ一マス出したりするのはまあまた後でいいかな。で、ここも、あ、そっか、こっちも作っても大丈夫なんだな。どこがハーフブロック2枚だったかな。あ、こっちはブロックでいけるのか。で、こんな感じですね。で、湧き潰しをしといて、じゃあやっぱり置けないな。だったらちょっと一マスずらしてこっちに置いて、さて真ん中はどこだ、ここか。よし、こんな感じで大丈夫かな、上は。まああと横の方ですかね、一マス、うん、出してもいいけど、まあ出さなくてもいいかな。まあ、本当こっちのあの牛ですかね、入れてたところは本当簡単な作りだったので、
もうほんとこんな感じなんですよね。ただあとはもうこっちの上の方かな。あ、そっか、上はフェンスを置いていかないとダメなんだ。んで、こっちはどっか置けるかな。あ、置ける置ける。で、多分ここまでかな。したらこっちにも、あ、絶対なんか横に伸びていくね。横っていうか縦に。んで、こっちの方にも2つ。あ、そっか、ここのハーフブロック伸ばしてないからか。だったらここはハーフブロックでちゃんと伸ばしてやって、そうですね、こんな感じですね。で、まあ中の方にもちょっと四つ角に置いときますかね。こんな感じで大丈夫かな。うん、これ多分テクスチャーを解かないとなんかこんな変な感じになってますけど、まあ OK としましょうかね。さて、ちょっと夜なんで一回寝てきますかね。最近ずっと、まあ、寝ずに作業してたので、まあ多分今回は、まあ、ここで一旦切るかなと思います。さて、それではおやすみなさい。